ということで、亀梨さん、怒りのバンド天国2015、いよいよ開幕でございます。雨降る中、皆さん、ようこそお越しいただきました。最近、いかがわしくお過ごしでしょうか。今日は最後までどうぞ、いやらしくお願いしたいと思います。それでは、被災者代表いたしまして、ナベさんのより一言ご挨拶を申し上げさせていただきます。ありがとうございました。いやいやいや、終わってどうするんですか。今から始まるんですか。今回の、イカ天っていうやつですね。2回目です。でも1回目タイトルがちょっと違いましたよね。いや、一緒です。あ、イカしたじゃなかった、イカれた、イカれた。あ、そうですか、イカれた。おめでとうございます。来年がバカゲだ。はい、バカ天バカ天いいでしょ。バカ天いいですね。何、なんか緊張してないですか。大丈夫ですか。大丈夫ね。あと、ここにいるやつがおらんじゃないの。ただ映像が始まってずるんじゃない。あ、そうですか。あ、なんかいろいろ書いてますわ。なんて書いてあるんですか。あなたは私のブルーワード。ネタバラしてどうするんですか。ネタバラしてどうするんですか。今日は本当最後まで、負けたイベントですけども、かしこまらずに、楽しく最後まで、いらしてください。よろしくお願いいたします。それでは、一発目のバンド、はい、ご紹介しましょう。まあ、おなじみですが、クラフトンかドゥービーかっていう感じですが、それだけでは終わりそうにない雰囲気もちょっとしております。まずは一発目なんで、皆さん大きな拍手の準備よろしいですか。スピードガッツクラバンド、レディアンスジェントロール一曲だけ小林役がよろしく。
よ。ちょっと待って、ちょっと待って。1曲だけ小林明だっていうとおり。意味わからん。2曲目にも入っとるやん。ちょっとやっぱ入るね、やっぱ。これわざわざこうだとか言ってもしもこうだったらというコーナーじゃないこれ、イブラシとか知っとる知らんって、もぐろ含むとなまあ、もぐろだよ、これ1980年ですめちゃくちゃ古い人間のことだよこれがよかった今時昭和じゃないんだけどさまあ、次の曲はちょっとアキラそうね、ちょっとアキラはやっぱ次入れられる真面目なそう、うん、フレッシュクリームだね行きましょうねホワイトルーム Ah!